それでも私はあくまで私として、私ではない独立した私である彼女に私の気持ちを伝えたかったのだ。これまで私に代わって私の暗い部分を、私の黒い部分を全部背負ってきてくれた彼女にお礼の気持ちと、それから最後のお願いを伝えたかったのである。